アウデナールでの戦いは、スペイン継承戦争における戦闘の一つで、1708年7月11日に、グレートブリテン王国、オーストリアネデルラント連邦共和国同盟軍と、フランス軍が、現在のベルギーオーストフランデレン州の町、アウデナールで近郊で衝突した。1706年のラミーの戦いで、イギリス軍の司令官マールバラコー、ジョン・チャーチルは、 フランス軍に対象、余勢を買って、南ネーデルラントを平定した。オーストリア軍の将軍プリンツオイゲンも、トリノの戦いで、北、イタリアを解放。翌1707年に、オーストリア軍が、ナポリも手に入れ、同盟側が有利になった。しかし、スペインでは4月25日に、フランス側のベレック港が、アルマンサの戦いで、同盟軍を破って、 スペインの同盟軍は相当され、ドイツでは、ライン側に勢力を張っていた、ビラール公が、バイロイト辺境白クリスティアン・エルンストが守っていた、シュトルホーフェンを落とし、そのまま東に進軍して、ビュルテンベルクも制圧、クリスティアン・エルンストに代わって、ハノーファー戦帝港、ゲオルクルートビヒが進軍すると退去したが、ライン側のフランス軍は、同盟軍の脅威であった。 6月下旬から始まったオーストリア軍によるフランス南部の都市テューロン包囲戦は失敗8月下旬に撤退した。ネーデルラントはマールバラコーとフランスの将軍バンドームコーが退治、互いに決戦を回避したため進展はなかった。同盟軍はスペイン、ドイツで危機を迎えたがイタリアを奪取したことで軍をライン側、ネーデルラントへ振り分けることが可能になった。翌1708年、 オイゲンは、前年の11月28日に、ウィーンへ戻っていたが、3月26日に、ウィーンを去って、ハノーファーへ立ち寄り、ライン側方面の司令官、ゲオルクルートビヒにモーゼル側方面の軍の編成許可を求めたが、ライン側から兵力を裂かれることを恐れた、ゲオルクルートビヒに反対され、ハーグに到着して、マールバラコーと対面した。二人は4月末に、 ハノーファーを訪問、ゲオル・クルートビヒを再度説得して、同意を取り付け、ライン側とモーゼル側の合流地点であるコブレンツで、軍を集合させる案でまとまり、オイゲンは、資金調達のためウィーンへ、マール・バラ公は、フランス軍に備えて、ハーグへ戻った。フランスにも動きがあり、ライン側のビラールは、バイエルン戦抵抗、マクシミリアン二世と仲間違いしたため、フランス南部のドー・フィネ 左線、ベリックが代わって、マクシミリアン2世の補佐役としてライン側方面を担当した。ネーデルラント戦線では、フランス王類14世の孫のブルゴーニュ皇類が指揮を取り、バンドームはブルゴーニュ公の補佐役となった。5月26日、フランス軍はモンスからブリュッセル目指して北進、マール・バラ公がブリュッセル南西の晴れに進軍すると6月2日に、 東のジュナップに移動して、ルーベンを伺い、マールバラコーが、ルーベン付近に交代し戦線が停滞した。一方のオインゲンは5日に、ウィーンを離れ、コブレンツへ兵を募ったが、思うように集まらず6月下旬までずれ込み、兵も1万5千しか集まらなかった。その上、ネーデルラントに北上した場合、ライン側のフランス軍が追撃してくる、危険性も考えなければならなかった。 オイゲンは、ゲオルクルートビヒに断りを入れた上で29日に、コブレンツを出発、ベリックも後を追った。7月4日夜に、ネーデルラントのフランス軍は、ジュナップから正常して、ヘントに向かい、西のコミーヌに待機していた、別動隊も、ヘントから西のブルッヘを攻めた。マールバラコーも追跡したが、フランス軍を捕捉できず、ヘントとブルッヘは陥落した。ヘントは、 スヘルデ川とレーエ川の合流地点であり、西にオステンドまでつながる運河が築かれ、ブルッヘは運河の中継点に位置していた。フランス軍に両方抑えられたことは、レーガ川流域から運河に至る地域を平定されたことを意味していた。マール・バラコーはあまりの事態に気を落としたが、6日に騎兵の先遣隊を連れたオイゲンの到着で立ち直り、ブリュッセル製法で、 今後の戦略を話し合い、モーゼル下半のオイゲンの本体を待たずに、ヘント付近のフランス軍を撃破することを確認した。ぐずぐずしていると、未だ同盟側にあるスヘルで川流域の他の都市も、フランス軍に落とされ、ネーデルラント西部がフランスに制圧される事態になり、北上してくるベリックの軍が合流する、可能性もあったからである。8日、ヘント付近のフランス軍が南下。 スヘルデ川支流のデンデル川北岸の都市、レシーヌを狙ったことを知ったマールバラコーラは、翌9日午前2時に精神、夜に先方隊がレシーヌに到着、翌10日にマールバラコーの本隊もレシーヌについて、フランス軍の占領を防いだ。フランス軍は北に方向転換、ヘントから南のスヘルデ川東岸のハーベレ手前でやえした。ここから、 南西のスヘルデ川北岸の町、アウデナールデに狙いをつけ、ハーベレからスヘルデ川を溶かして、アウデナールデの西を攻める方針だった。だが、アウデナールデには先に同盟軍が到着していた。マール・バラコーは、フランス軍がスヘルデ川東岸にいることを知ると、急いでアウデナールデに向かい、ハーベレより距離が離れていたにもかかわらず11日午前10時半に、 先方のマールバラ港の武将カドガンが到着、正午前にスヘルデ川に船橋をかけて、とか、北上して、アウデナールデとヘンとハーベレを結ぶ街道を通るフルネ、村、エーネ村に先行したフランス軍の先方と衝突した。フランス軍本体は、ハーベレに泊まりスヘルデ川を渡過する最中だったため、ハーベレより、アウデナールデとの距離が遠いレシーヌから先に、 同盟軍が到着するとは考えていなかった。報告を受け取ったバンドームは動揺して悪魔が奴等を運んだに違いない。そのような行軍は不可能だと叫んだとされる。アウデナールでの戦い一時過ぎにフランス軍戦方はエーネの前でスヘルで側の支流リーペンベック、川南岸に整列したイギリス軍不評隊を発見3時頃に交戦した。稼働岸は 不評隊を率いて、ハノーファー気兵隊と共にディーペンベック川を渡り、フランス軍戦法を攻撃、エーエネのスイス兵とフルネのフランス兵を撃破して、両方を制圧した。ハノーファー気兵隊もヘント方面の街道、フランス騎兵隊を破り、プロイセン騎兵隊と共に街道に退陣した。このハノーファー気兵隊は、ゲオルク・ルートビヒの息子、ゲオルク・アウグストが率いていて、 この戦いがウ人であった。一方、フランス軍本体は、街道北の交差点とスヘルで川支流のノルケン側が、交わる場所近くに陣取ったが、確保に時間がかかり、同盟軍戦法を叩くチャンスを逃してしまった。バンドームは、敵が集結しつつある今は、陣地で待機すべきだと、ブルゴーニュ港に進言したが、ブルゴーニュ港は、引き入れずに攻撃を命令。 右翼がカドガンの軍を攻撃した。敵戦法を追い払ったカドガンは、ハノーファー機兵隊を街道に残して、北のフランス軍に備え、自らは街道左に移動して、ディーペンウェック側から分かれたマロレベック川東岸に、婦人して、フランス軍を迎え撃った。バンドームは右翼を率いてマロレベック川西岸で、カドガンと激突。 騎兵隊が動きづらい場所のため不評同士の激戦となった。プルゴーニュ港は弟のベリー港、シャルルイギリス王位戦勝者、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートと共にノルケン側とマロレベック側の中間で待機していたが、バンドームに助力しようとせず防寒、ノルケン側と街道合流地点に残した左翼を動かそうともせず、ハノーファー騎兵隊を蹴散らしてカドガンを 右翼から撃破する勝機を逃した。やがて同盟軍本隊もアウデナールデに到着、先にカドガンがかけた船橋を渡り、続々とカドガンの救援に向かい、バンドーム率いる右翼と交戦した。6時頃にマールバラコーは集結した軍勢の内カドガンを含む右翼をフランス軍左翼への備えとして、オイゲンに任せ、左翼に移動して指揮を取った。右翼は、 バンドームの構成で、しばしば危機に陥ったが、マールバラコーが後から戦場にやってきた軍や、ハノーファー騎兵隊を送り、戦線を支え続けた。正気を待っていた、マールバラコーは、アウエルケルク卿がオランダ軍を連れて、アウデナールデを通りスヘルデ川を渡ったのを、確認すると、オランダ軍をアウデナールデから、左の街道を通らせることにした。街道の先に高い丘があり、 そこからの吸収を目論んだのである。6時から7時の間に、オランダ軍は高台に上り命令を待って待機した。そして、アウエルケルク今日は7時から8時の間に、マールバラ港の命令を受けて高台から駆け降りて、突撃、傍観者となっていた、ブルゴーニュ港の本陣を吸収した。この襲撃で、フランス軍は西、東、南から3方向に包囲され、九時頃に夜に紛れて、 ヘントに逃げた。同盟軍の死傷者は3000人、フランス軍の死傷者は6000人、降伏した9000人も合わせて、損失は1万5000人だった。同盟軍は戦後休息を取り、モーゼル下半からのドイツ軍を迎えた後、15日に、ネーデルラント西部へ進撃してレーエ側の北岸都市、明年ウィルビコを確保、南のリール包囲に取り掛かった。マールバラコは、 フランスの首都パリへ進撃しようと考えていたが、オランダはバンドームがヘントを中心にマダスヘルデ側と、レイエ側を抑えていることから反対。オイゲンもトゥーロン包囲戦の経験から、補給基地として、リールを確保しない限り無理と、反対したため撤回、リールのダッシュに回った。一方、ライン側からネーデルラントに到着したベリックは、リール南方のデュエーに布陣したが、 同盟軍の勢いから攻撃に移れず、8月6日に同盟軍がブリュッセルから工場兵器を輸送した時も動けず見送った。敗戦の原因を作ったバンドームとブルゴーニュ港の中は完全に決裂、バンドーム後にブルゴーニュ港の防寒を避難している。工場兵器は12日に明年に届き、翌13日にリール包囲戦が開始された。ともきよ。 P195P206、マッケー、P123P136。ともきよ、P220P226、マッケー、P136P143。ともきよ、P228P232。ありがとうございます。